はい、皆さんこんばんは。今日はですね、自分1、2ヶ月前に MacBook Air を買ったんですけど、その MacBook Air でマインクラフト、Mac でね、ゲームやる人あんまいないと思うんですけど、 MacBook Air でマインクラフトをちょっと今回やってみようと思います。はい、一応ですね、自分が購入したのは2014年モデルの MacBook Air ですね。はい、2014レイトってやつですかね。はい、じゃあちょっとやっていこうと思います。はい、はい、じゃあですね、ちょっと MacBook Air でマインクラフトを起動していこうと思います。実際こんな感じですね。ちなみにですね、ここにCPU の使用率を出しておきましょうかね。まあ結構スムーズっちゃスムーズにできてますかね。なんかすっごい深いですけど、あ、CPU の使用率は一応ここですね。はい、一応フルスクリーンでしましょうか。はい、一応こんな感じでね、結構やれてますね。はい、モッドとか入れなければ結構できるんじゃないでしょうかね。怖っ。まあね、画面がちょっと荒い感じはまあしないかな、マインクラフトに限っては。どうでしょう、こんな感じでもうスムーズにやれてます。ちなみにですね、画面をキャプチャーしながらマインクラフトをやってみましょうかね。はい、はい、これで今キャプチャーしてます。ちなみに今画面キャプチャーをしながらマインクラフトをやってます。金かなこれ。若干カクつきますね、やっぱ。そうでもないかな、そうでもないか。え、こんな感じです。はい、今回のMacBook Air でマインクラフトをやったんですけど、どうだったでしょうか。はい、じゃあ今回はこれで、よかったらチャンネル登録お願いします。